はい、えー、皆さん、こんにちは。えー、今日は、新刊の害、官を犯すの害について説明します。よろしくお願いします。えー、まず、作者のンピシについて説明しておきます。ンピシは、放火と呼ばれています。諸子百科の一つですね。えー、この放火の考え方の基本は、ここに書いています。人はすべて利と欲によって行動するという認識のもとで、道徳は信用しません。 ここで一つ二つのこの対立軸について説明しておきます。特地主義と法治主義です。かんぴは法治主義に属しています。伝統的なこの特殊主義というのはですね例えば孔子のように礼を中心に据えた儒のの統治の方法です性善説に基づいて個人がですねできるだけ善の方向に近づいていってというその倫理的な方法で治めるのが特治主義です。 それに対して、まあ、人間というのはこういう何て言うかな私利私欲合理的なあ考え方をするんだというふうな考え方に基づいて、まあ、法律を中心にして、えーまあ、心証出罰、ですねこれに基づいて治めようというのが法治主義ンピ史などの考え方ですこの法治主義によって国を治めたので有名なのは真の始皇帝ですね ちょうど今「キングダム」の漫画が流行っているので知っている人多いかと思いますけれども真の始皇帝は法治主義法によって治めました、えー、混乱した戦乱の世の中では、まあ、法律っていうのは非常に重要な役割を果たしたと考えられています、えー、では本文に入りますよろしくお願いします、えー、本文に入る前に一つだけお願いがありますこの文章は乖り点の付け方読み方が教科書によって結構違うと思います ですから、学校で習った通りの読み方、帰り手の付け方にしてください。この私が説明するのと学校で習ったことが違うと言って焦らないようにしてください。読み方は違っても、大体役の仕方は同じだと思います。その点、一つ注意をお願いします。それでは本文に入ります。昔の証拠えいて犬まずこの黄色いマーカー、昔 という読み方ですね。これ読み方確認しておいてください。下にこの「もの」という字がくっついていますけれど、この「ものは読まないで昔」と、この上の部分だけ読めば結構です。この「今もの」って書いた時には、この2文字で「今と読めばいいんですね。この「もの」という字は時間を表す言葉にくっつくと思ってください。読,み読む時には無視して結構です。 昔、菅の将校が酔っ払って寝ていたということです。この青いマーカーのこの思考し,してという字はお記事です。これが動詞、これね、酔うという字が動詞ですね。動詞とくっついた時には、ここのえいてというふうに手を送ってやるのが基本的な原則となっています。このお記事が出てきた時には、てと送ってください。意味としては、 あアンドかバットかの、まあ、どっちかの意味だと考えれば結構です。えー、今回は and の方がいいと思いますね。将校が酔っ払って寝てしまったというふうに and でつないでいると考えてください。転換のもの、君の寒気を見る。はい、ここの読み方を確認してください。これは断定のなりではありません。えー、こういう文の途中で出てきた時には、やっと読みます。 これは結構実際の文章ではよく出てくるので、どういうふうな訳し方があるかを確認しておきます。ここに挙げました。1番、何々とはとかね、何々というのはというふうに漢字で訳します。主題の提示です。ちょっと強く言う、今から話すことについてはって感じですね。2番、時とか場合を表します。3番、ちょっと語勢を強めるだけの時。4番、 人の名前についたときに呼びかけということがあります、えー、まあ、とにかく1番を覚えておけば大体は当てはまりますところがですね今回は1番というよりは2番の時場合こっちの方がまあ一番あのー、ぴったりくると思いますので、えー、訳すときにはこれですね、えー、っと君主転換というのは君主の冠を管理する役人のことです、えー、自分の君主のここでは将校のことです 将校が寒そうにしているのを見て寝てて寝寝いたんですね将校は酒に酔っ払っ払ててる,るやまあ見るとき見たときとかね見たのでとかそういう感じで下に続けていきましょう寒そうなのを見て次は読み方ですねこの「ゆえ」という字の読み方これは読み方は「ゆえに」と読んでください 寒そうなのを見てそこで衣を君の上に加うと読みますこの辺の「お」とか「に」の付け方間違えないようにしてください「衣を「君の上にというふうにね何かしらこういうふうに漢文では動詞が来た時に何々を〜何々に」とか「〜何々に〜何々を」とか この英語で言ったら SVOC みたいな文型が結構よく出てきますので「お」とか「に」とかの付け方に気をつけておいてください。え着物を、えー、主君のね、えー、将校の体の上に、まあ、着せて、まあ、かけてやったということです。まあまあここだけ見ればまあ優しいですね。寒そうだったからあ服の、まあ、服をね、えー、着物を体の上にかけてやったということです。 さて、えー、どうなったでしょうか。真より冷めて、将、え、校、ー、は目が覚めてで、次のこの説明の説、えー、これはですね、まあ、読み方を注意しておいてください。えー、これで、喜ぶというふうに、えー、動詞で読みます。喜びですね、えー。どうしてこの説明の説で喜ぶなのかというと、えー、この説明の説、言弁なんですけれども、この 立心弁に変えても同じということです。これ、悦と呼んで、喜ぶという意味を持ってますね。えですからあ、目が覚めて喜んでということです。はい、次。この左右というのは意味が出てきますね。え意味を覚えておいてください。左右に解いて曰く。えこの左右というのは訳し方、側近と訳します。側近に尋ねて言うには、えここ、読み方、もしかしたら出るかもしれません。誰か。 衣ををくえしものぞとと誰が着物かかけてくれたのかと尋ねますえすると左右が、はい、この「たい」という字の読み方を確認しておいてくださいこれは「答えて」と読みました左右答えて曰く転換なりとえ側近たちがお答えして言うには冠を管理する係のものです転換係が着物をかけてあげましたよ という風に答えました。えー、すると証拠はどうしたでしょうか？まず、この字の読み方と意味を確認してください。原因の因で読み方はよりてと読みます。よりてと読んだ時には訳し方はそこでと訳します、えー、これは意味が出ても読み方が出ても両方とも可能性があるので注意しときましょう。証拠はそこで、えー、これ123点ですね。ほんで3のところにハイフンがくっついています。 タイフンがくっついていたら、まあ、これをセットで読むと考えてください。まあ、普通は音読みなんですけれども、えー、今回はちょっと訓読みしていますね。転移、この黄色い文字ですね。与えるという字を何て読むかです。転移と転換とというふうに、えー、これはとっと読みました。転移と転換とを兼ねて積みす。これ、手があった方がいいですかね。兼ね積みす。 かねて積みすどちらでもいいと思います、えー、転移というのは着物を管理する役人のことです転換というのは冠を管理する役人です着物の管理とそれから冠の管理この役人の2人ともまあ、両方とも罰したということですせっかく優しいですね寝ている時に寒そうだから着物をかけてあげたんですけれども転換係と 転移係2人ともが罰せられてしまいましたさあその理由説明をしなければいけません、えー、2つ追句のようにして出てきますねまさに追句完全に、えー、文章の構造が同じです、えー、この2つ、えー、まあ、1つのセットとして考えてみていきましょう、えー、まず1つ目ですその転移を罪するはもってそのことを失数となせばなり この失数っていうのは失うと読んでも構いませんこの持ってなんなんとなせばなりを思えなくで読んでる教科書もあるかもしれませんが、まあ、どちらでも意味は同じになりますあの学校で習った通りの返り手の付け方読み方にしておいてくださいじゃあ訳をしていきましょうその転移を罪するは転移というのは着物を管理する役人です着物を管理する役人を罰したのは さあこの黄色いところ大事ですね。持ってそのことを失質となせばなり、えー、この説明はですね2つしないといけません。文法的なこと2つあります。えー、まずこの上の部分のこの持ってとなりのこの2つのつながりを見てみましょう。えー、ここに枠に書いています。えー、これははですね大元のの形というのは A を持って B となすっていうの聞いたことがあるかもしれません A を持って B となすこれは A を B だと思うというふうに訳しますで、この A が省略されるとこんなふうに持って B となすというふうなのがありますこれはま A が省略されてますから B だと思うというふうに訳をしますそして3つ目こういうふうに乖離点がありませんこういうときには思えなく B と とというふうに読みます、A、B だと思うえこういうふうにですね A があ、まあ、省略されたりされなかったり帰り手の付け方があ、あのー、こういうふうにね場所が違ったりというふうにありますえそれぞれ読み方は違いますけれども意味は全部同じです「え思う」とか「考える」というふうに訳をしてくださいえこの「なす」っていう字は考える「思う」ということを表します それが一つ目の大事なことです。二つ目はですね、この、もって、なんなんなりというつながりに注意してほしいと思います。この読み方で言ったら、この、もって、なんなんなりとありますね。ここのつながりです。このつながりに注目してみましょう。これがこの左側に説明を書いています。この、もって、なんなんなりというのが出てきたときに、これはですね、 理由を説明する構文えこれ非常によく出てきますので、もってなんなんなりという、こういうその、まあ、リズムというかな、音が出てきたら、あ、理由の説明をしているというふうに考えて OK です。えこれはですね、この2つを、まあ、重ね合わせて考えてください。もってそのことを支出となせばなりえ。ですから訳し方は、えー、罰したのはその職責を 果たたさなかったとはいえー、いきましょうまずは「もってなす」がありますから「考えた」で理由説明の公文ですから「から」というふうに訳しますでそのことを「失っす」となせばなりその職責を果たさなかったと王様は考えたからであるというふうに訳をしますでもう少し詳しく言うと「そのことを失う」ですね これ何を表しているか、そのことっていうのは何を表しているかを、ちょっと緑色の字でこちらに書いています。ここですねで。そのことを失ったというのはどういうことかというと、主君にその着物をかけるというその転移の責務、職務、これを失った、やってなかったと、怠慢ということですね。職務怠慢ということです。えつまり本来はこの転移係というのは、 皇帝が寒そうにしていたら、きちんと着物をかけないといけません。それなのに、それを怠ったということです。そのことを言っていますね。職責を果たさなかったというのは、まあ、自分の仕事を怠ったということです。それでまず、この転移係は罰せられます。職務怠慢の罪でした。では続いて、転換係。なぜこの人は罰せられたんでしょうか。転換係は、 あの皇帝に着物をかけてやった人ですよね。せっかくいいことをしたのにどうして罰せられたのかというのがここに理由説明があります。公文はさっきと同じです。持ってとなすがあります。でこれで考えたということになる。そして持ってなりがあるからこれが理由説明の公文になります。そのことを重ねて訳してみましょう。その転換を罪みせしは 冠を管理する役人を罰したのはもって、その職を固有となせばなり、えー、理由はここに書いています。ちょっと色を変えてみましょう。ですね、ええー、この、その職を固有、これが理由の部分です、えー。その職責を超えたと考えた。これは先ほどと同じからであるというふうに。思ったですね。考えたっていうのと。 理由ののからといううを両方ともつけましょう、えー、この考えたとからこの2つをきちんと訳をしてくださいなすという字が考えたにあたりますそれからもってなんなんとなるっていうのがそのからにあたります、えー、この辺間違えないようにしてください、えー、それでは少し付け加えてその職を超ゆつまりその職責を超えた転換係は職責を超えた これは具体的にどういうことかを考えてみましょう。ここに緑色の字を見てください。え転換係というのは冠を管理する役人ですよねえ。それなのに職責を超えた、超えてしまったわけです。じゃあ何をしたかというと思い出してみてください。冠を管理することが仕事の転換が自分の仕事の範囲を超えて、えー、主君に、君主に、えー、着物ですね。えー 衣服ですね。服をかけてあげたこれが一番の具体的な説明ですその職責を超えてしまった仕事をね自分の仕事の範囲外のことにまで手を出してしまったことこれが罪なわけですこういうふうに2つの追空ですねここで追空を使って転移係と転換係が罰せられたその理由が説明されています ここ非常に大事なのでよく注意しておいてください。で続きですね。これは読み方が出ると思います。黄色いところ注意しておきましょう。寒気をまずこの悪っていう字で何て読むかを考えてください。これ一つ大事なところです。それから二重否定ですね。二重否定とこの悪。この二つが大事です。じゃあまずこの悪の読み方なんですけれども、この読み方は 憎むというふうに読みます悪なるんだけど憎むと読んでください寒気を憎まで次は否定が二つ並んでますねざるとあらずが並んでいます憎まざるにあらざるなりと読んでくださいこの辺教科書によってですねこのなりを断定のなりで読んでいる教科書もあればやっと読んでいる 教科書もあると思います、えー、この辺は学校の指示に従ってください。えー、こういうふうに文章を切っているところもあれば続けているところもあると思います。えー、これ間違えないように、ね、気をつけてください。えー寒えー、っと,とりあえず断定のなりで読んだ時のバージョンをここに書いています。寒をまざるにあらざるなりえー、っとね、ごちゃごちゃしますけど、ざるに。 あらざるなりってことは結局はこれってあのプラスになりますからで何が言いたいかって言ったら結局は「憎む」っていうのが言いたいえこれを間違えないようにね頭の中ごちゃごちゃしないようにシンプルに考えましょう、えー、2つマイナスがあるからプラスになるえだから言いたいことは「憎む」っていうことです、まあ、だから寒いのは嫌なんですよね 嫌がらななかったのではない、まあ、ちょっと頭の中混乱するので整理すると、まあ、結局はまあ嫌な方っていうことです。まあ、寒いのはまあちょっと嫌ですよねということです。工、え、程、ーえー、将校は、まあ、寒いのは嫌なんですね。まあ、とは言ってもなんです、ね、寒いのは嫌なんだけどそれはもちろん布団かけてほしいんだけどさあ、えー、ここです。 えこれもちょっと帰り点気をつけておいてください。さっきみたいに、もってなんなん、あの、あここか、あの緑色で書いていますが、これをですね、思えらくって読むのか、持って感を犯すのがいは寒きよりも華話しとなせばなりって読むのか、えー、これも教科書によって違うと思います。えー、教科書がどっちの読み方をしているか気をつけておいてください。 間違いないようにね、学校で習った方を答え書いてください。ここで示しているのは、これが熟語と言いましょうか。一つながりで読んだ時です。これを一つずきで読むと、読み方は、思え楽と読みます。思え楽、感を犯すの害は、寒き。ここも絶対出ると言ってもいいぐらいです。このお記事は読み方要注意です。寒きよりも、 というふうにえここでは比較で読まないといけませんこれは要注意です比較ですね寒きよりもはなはだしとですえ読み方さっきも言いましたがもって勘を犯すのがいは寒きよりもはなはだしとなせばなりという読み方もありますのでえどちらかです 役の仕方はですね、まあ、よりもっているのはそのまんま比較で訳をすればいいですで花肌肢の訳し方なんですけど鼻肌肢っていうのはひどいということですえですから重大だとかねひどいとかえこういう訳し方をすればいいと思いますどっちかで訳をしてくださいえどういうことかというと「心寒の害」これと「え寒い」 というのを比較した時にのの害の方がよっぽどひどひいいわととうことです寒さと新刊の害を比べた時に新刊の方が寒さよりもは,なはだとひどいんだと大変重大な事態を招くんだよ。まあその時間をね長い,目で見れ長い目で見てみればまあ何て言うかな国の運営とかね政治とかそういう全体に関わるところで見ると新刊の害の方がよっぽどひどいんだよ。 ということを言ってるわけです、まあ、この辺りに官辟史の放課の考え方が現れていると思います。その自分勝手なね、進化が自分勝手なことをしだすと国がまとまりません。政治がぐちゃぐちゃになりますよね。勝手に進化が好きなことをしだして OK になっちゃいますので、要するに自分の職責を超えちゃいけないっていうのが大事なポイントです。えその法律の中でえ自分の役割を忠実に果たす。えそうしたら非常に 皇帝と親家の関係がまあ、滞りなくというかスムーズに関係が良くなって国全体も非常によく統治できるということになります親家、えー、がね皇帝を突然やっつけてク空出たを起こして、えー、国がひっくり返るみたいなことがまあ、あまり起こらなくなる、えー、自分の職責を超えちゃいけないよというまあ、一番カンピシの考え方が分かりやすいところだと思います、えー、この辺注意しておいてください えー、この比較についてなんですけど、ここね、えー、こう書いています。一つだけ、ここ読み方確認しておいてください。えー、この例文、相葉はと読みます。相葉は2月の花よりもくれないなり。これも2月の花よりもというふうに送ってください。比較を表している。 このお記事のおいいてという字です。まあ、普通はね場所を表す字なんですけれどもこういうふうに比較を表すことがあります読み方よりもと読みます、えー、注意しておいてください、えー、続いて君主と家臣の関係についての説明がなされていきますでは行きましょう、えー、ゆえにこれ読み方注意しておきましょうゆえに名手の真を養うや まあこの「や」っていうのはさっき言いましたけど「まし、あ、う場合には」とかね「養う時には」というさっき説明したあーどれだったっけこれかな、まあ、この2番を表していると考えてください、まあ、この「や」っていう字はまあ書いていないんですけどまあ、そうあまあねここで「や」っと送ってますから「まあ、場合には」とか「時には」で訳をしましょう、えー、この名手の「名というのは賢い とということです賢明なあの名ですね賢明の名と考えてください性格が明るいというわけではありませんあの頭が賢いということですね賢明な君主があ神化を召し抱えて養う場合には神はさあここですね観を超えてこうあるをはい読み方確認しましょうこれが出てきたら読み方は絵図と読みます はを越えてこうあるを得ずでこれもね、追句のようにして、えー、読みましょう。ここ、弦をこの「ちん」ですね。「陳述術」という熟語があると思います。「陳述術」。冒頭、「陳述術」って言いますね。この「ちん」という字は、述べて、述す。中止形は述ぶ述べてと呼んでください。弦を述べて 当たらざるを得ずこの2つがになっていますこの2つセットで考えていきましょう。えー、ではまずこの右側からいきます。間ををえて項あるを得ず、えー、進化は自分の職分を超えて職積の方がいいかなさっきずっと職積でやってきたから職積と訳しておきましょう。職積を超えてこうある功績を上げるということがあって 自分の職責を超えて功績を上げちゃいけないよということです。この「絵図というのはですね、あの普通できないいっってて皆さんあの習ってると思いますここはね、文脈上ですね、できないではちょっとおかしいので、えこういうふうに考えてください。できないということは結局、許されないってことだね。え皇帝からのまあ目があって、皇帝の目があるからできない。 っていうことは、皇帝からすると、許されない。立場上、許されないということです。あってはならない。という文脈になりますので、えここでは、まあ、許されない。あってはならない、まあ。あってはならないを使いましょう。えということで、功績を上げることは、あってはならないし、えそして、えー、言を述べてというのは、意見を述べてと考えましょう。意見を述べて、ね、言葉を述べてとていうことは、意見を述べてということです。 意見を述べて当たらずというのはですねその結果と一致しないということを表していますこの辺ちょっと難しいので訳を見て、えー、覚えておいてください意見を述べてでその結果と一致しない要するに言ったこととやったことが一致しないってことね、えー、言動不一致みたいな感じでしょうか意見を述べておいて、えー、その結果業績と一致しないということが あってはならならいということです、えー、ということはまあ意見を述べたなら結果を出さなくっちゃいけないということですね。えー、まあ何でかな言ったからにはきちんと結果を出せ結果にコミットするみたいなやつですね。えー、こういうふうに、えー、追育によって説明がなされています。進化の在り方がなされています。職責を超えて功績を上げちゃいけない。えー、まあ何かしら意見を述べたらその通り結果を出さないといけない。 一致させないといけないといいいととけうことですこの2つを踏まえてこのようにレバ足で説明されます。えここもね非常に大事なので注意しておきましょう。読み方確認してください。えすなわちが出てきています。これね条件説で読みますね。レバ足ってやつです。レバ足の読み方を確認しておいてください。間を固レバすなわち この読み方を確認しましょう。固有レバすなわち殺され、えー、次です。これも当たらずとレバソクを合体させて考えるとどうなりますでしょうか。当たらざればすなわちとなります。こういうふうにですね。レバソクという文字列が並びますよねでこういうのをまあ僕らは漢文の世界ではレバソクレバソクと言っています。で、これのレバ即っていうのがどういうふうに訳をするかというと。 レバソクが出てきた時には条件で訳せばいい。何んすればその時にはというふうに訳をしましょう。えー、ですからこれは自分の職分、職責を超えるとその時には殺される。えー、そして一致しなかった時にはその時には罰せられるということです。まあ、条件なのね。条件を表しています。自分の職責を超えたらその時には殺される。えー 意見とと結果が一致しなかったららその時には罰せられるということですこの殺されとか罪せらるとか受け身がくっついていますえ。これ別に受け身の工法ではありませんが文脈上受け身で読んでください。文脈上受け身で読んでください。えこういうあの漢文ではですね、その受け身ってこんなね、見るとかこの被害者とかね、 えこういう受け身の印がなくても文脈上動詞に受け身をくっつけて読むことがありますのでまあそれにあたりますえこう間違いないよね死ぬというふうに考えないでくださいえ殺される死刑にされるそれで罰せられる受け身で読みましょうえでは最後の一文です行をその間に守りえこれもね書き下し文音に気をつけましょう行を その間に守りと仕事をするのにその自分の職責を守ってということです。言うところのものの「て」ならば、えー、これはちょっと難しいんですけど言うところってまあ言ったこと言うことと考えてください。で言うことがこのものってね人間のものじゃなくて、まあ、和と同じと思っていいですよ。 言ったことが定この定がちょっと難しいですねこの定というのはですね正しいということですで、文脈上ですねここ緑色の字を見てください言ったことが正しいこれどういうことかというとここのいあの文脈上ですね正しいというのは意見言ったことと結果が一致することを指しています 仕事をする時にその自分の職責をきちんと守ってつまり範囲を飛び越えない自分の仕事の範囲をしっかり守って言うところの者のでつまり言ったことが正しい言ったこととやっていることが合っている合致しているという時にはすなわち「軍心砲道して愛なすを得ず」ここちょっと難しいですね。 法湯っていうのをまず見は塗とうを組むということですこの「愛なす」っていうのは利益を得ようとして悪だくみをするこれが愛なすの訳し方ですですから法湯愛なすっていうのはこういうふうに訳をしてください法湯が塗とうを組むこと塗とうを組むって何人か人数より集まって悪いことをするっていうことね まあ、クーデターみたいなもんです、ね「愛なす」っていうのは利益を得ようとして悪だくみなんか企むことを表しますでその絵が「えず」と言ってますでここの「えず」は普通通りに「できない」と訳して OK ですでさっきは「あってはならない」というふうにね、えー、訳しましたけれども今回最後の部分は「できない」普通通りに「できない」と訳しましょう、えー、その家臣たちねそのなんていうかな 自分の役割自分の職責を守って言っていることとやっていることを一致させればその家臣たち臣下たちはまあ徒党を組んで何か悪いこと例えば皇帝をやっつけて新しい国を建てようとかねそういう悪だみクーデターを考えることはできないのであると、えー、しっかりそういうふうにこう何て言うかな官僚機構を整えるといいましょうか 役人たちの仕事をきちんとはっきりさせるということが結局は国を安定して運営する政治をするということにつながると甘備氏は考えていたということです。はい、えー、以上で「えー、新刊の害」ですね「官を犯すの害」の説明を終わりたいと思います。ありがとうございました